エマ・シャーロット・デューレ・ワトソンは、イギリスの女優、映画、ハリー・ポッターシリーズのハーマイオニー・グレンジャー役で、知られる、身長165センチメートル、アメリカ在住、2001年に、映画、ハリー・ポッターと賢者の石のハーマイオニー・グレンジャー役で、デビュー、以後、7作目の、ハリー・ポッターと死の秘宝まで、全シリーズに出演した、ハリー・ポッターと賢者の石と、 ハリー・ポッターと秘密の部屋での演技により AOL、最優秀女演女優賞に輝く。また、ハリー・ポッターとアズカバンの囚人では、イギリスの映画史トータルフィルムの読者投票で、最優秀新人に選出された。ステレオタイプにはなりたくないと、ハーマイオニー役を終えた後も、役者として活躍したいという姿勢を見せている。2007年には、BBC 制作のテレビ映画、バレーシューズに出演。 2008年には、ネズミの騎士デスペローの物語で声優を務めている。2009年12月、過去10年間で最も興行収入を稼いだ女優として、ギネス世界記録に認定された。ワトソンが2000年から2010年までの過去10年間で出演した映画は、ハリー・ポッターシリーズ以外で声優を務めた、ネズミの騎士デスペローの物語を入れても、映画1本あたり約8億9。 700万ドル、合計で約54億ドルを稼いでいた。2011年1月、米経済誌、ホーブスが、スクリーン上で最も稼いだカップルのランキングを発表し、ハリー・ポッターシリーズのルパート・グリントと自身が1位にランクインした。グリントとは、同シリーズだけで63億ドルを稼いでいた。ハリー・ポッターシリーズ完結後もは大作に出演し、女優として、 着実なキャリアを築いている。フランスのパリでイギリス人弁護士、ジャクリーン・ルズビート・クリス・ワトソンの元に生まれた。5歳まではパリ近郊のメゾン・ラフィットで育ったが、幼少期に両親が離婚したことで母親とイギリスのオックスフォードに移住した。週末は父親の家があるロンドンで過ごした。そのため、フランス語は少しなら話せるという、オックスフォードでは、 弟とドラゴンスクールに入学した。また、将来は女優になりたいと夢見ていたワトソンは、6歳から、オックスフォードのステージコーチシアターアーツスクールに通い、歌と演技とダンスを勉強した。10歳までに、アーサー、ザ・ヤング・イヤーズや、ザ・ハッピー・プリンスを含む、様々なステージコーチの作品や学校での演劇を演奏したが、ハリー・ポッターシリーズの前に、 プロとして活動したことは一度もなかった。ドラゴンスクールの後は、オックスフォード近くのヘディントンスクールに移った。ハリウッドのグローマンズチャイニーズシアターの前に残された、主演3人組の手形と足跡1999年、イギリスの作家、JK ローリングのベストセラー小説を映画化した、ハリー・ポッターと賢者の石のキャスティングが開始された。キャスティングエージェントは、 オックスフォード演劇教師を通してワトソンを見つけ、プロデューサーは彼女の自信に感銘を受けた。8回のオーディションの後、プロデューサーのデビット・ハイマンはハーマイオ・ヨニー・グレンジャーになるワトソンと共演者になるダニエル・ラドクリフト・ルパート・グリントに合格を伝えた。この映画は初日の売上高と初週末の売上記録を更新し、2001年の最高興行収益を記録した。 批評家たちは主人公3人組の演技を称賛し、ワトソンは特に高い評価を得て、デイリー・テレグラフは彼女の演技を称賛に値すると言い,い、イグンは彼女が賞を盗んだと評した。ワトソンは5つの賞にノミネートされ、ヤングアーティストアワードを受賞した。翌年、シリーズ第2作、ハリー・ポッターと秘密の部屋に出演し、主演俳優の演技はレビュアーから称賛を受けた。 ロサンゼルスタイムズ紙は、ワトソンと仲間が映画の間で成熟したと記述したが、タイムズ紙は非常に人気があるハーマイオニーを歌唱使用しているとクリス・コロンバス監督を批判した。この演技でドイツの雑誌、ブラボーからオットー賞を受賞した。2004年には、ハリー・ポッターとアズカバンの囚人が公開された。この映画はシリーズ全体で最低の興行収入を記録し、 主演のラドクリフの演技は酷評された。しかし、ワトソンの演技は称賛され、二つの賞を受賞した、ハリー・ポッターと炎のゴブレットのプレミアでのワトソン2005年に公開された、ハリー・ポッターと炎のゴブレットにより、ワトソンとハリー・ポッターシリーズは新たなマイルストーンを記録。この映画は、ハリー・ポッターシリーズでの公開発週末とアメリカでの5月以外の公開発週末、 イギリスでの公開初週末の記録を残した。批評家たちは、ワトソンと彼女の10代の共演者の成熟を称賛した。ワトソンにとって映画のユーモアの多くは、3人の主人公が成熟するにつれて、緊張から生まれたという。その年の後半、ティーンボーグの表紙に最年少で登場した。2006年には、エリザベス2世の80歳の誕生日の記念イベントで、 ショートムービーに出演した。ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団は2007年に公開され、歴代最高となる週末総額3億3、270万ドルを記録した。ワトソンはナショナルムービーアワードを受賞した。ハリー・ポッターシリーズの主人公3人組は2007年7月9日にハリウッドのグローマンズチャイニーズシアターの前に彼らの手形と足跡を残した。 2007年7月までにハリー・ポッターシリーズで1000万ポンド以上を稼いだと推測された。2009年3月にはホーブスによる最も価値のある若手スターの6位にランクされた。そして2010年2月には2009年に推定1900万ポンドを稼ぎ、ハリウッドの最も高収入な女性スターに選ばれた。前作の成功にもかかわらず、3人の 主演俳優全員が最後の二つのエピソードでの役割を続けることに躊躇したのでハリー・ポッターシリーズの存続は疑問に包まれていた。それでもラドクリフは最終的に2007年3月2日にラスト2作の出演にサインした。しかしワトソンはかなり躊躇し降板の噂も報じられた。彼女は映画がさらに4年間の続投を契約するものなので 重要な決定であると説明したが、最終的に2007年3月23日に役割に署名し、ハーマイオニーを任せることはできないと語った。2007年にハリー・ポッターシリーズ以外の作品として、初めてバレーシューズに出演した。2008年12月公開のネズミの騎士デスペローの物語ではピー・ヒメの声優を務めた。 ハリー・ポッターと謎のプリンスは2009年7月15日に公開され、ワトソン及び主演3人組は批評家から称賛された。ハリー・ポッターと死の秘宝パート2のロンドンプレミアでの主演3人組シリーズ最後の作品、ハリー・ポッターと死の秘宝は2009年2月18日に撮影が始まり、2010年6月12日に終了した財務上及び脚本上の理由から、 映画は前後編の2部に分けられた。ハリー・ポッターと死の秘宝パート1は2010年11月に公開され、パート2は2011年7月に公開された。ハリー・ポッターと死の秘宝パート2は特に重大な成功を収めた。シリーズの中で最も売れ行きの良い映画として、世界中で13億ドル以上を超える興行収益を上げた、バーバリーの広告キャンペーンで出会ったジョージ・クレーグが、 ボーカルを務めるワンナイトオンリーの声優ドントオンとイットのミュージックビデオに出演した。ハリー・ポッターシリーズ終了後の初めての映画出演はマリリン7日間の恋のルーシー役であった。2012年9月に公開されたウォールフラワーに出演。この映画の演技により多くの賞にノミネートされ、ピープルズチョイスアワードやティーンチョイスアワードなどを受賞した。 第66回カンヌ国際映画祭にて2013年のブリングリングにも主演した。映画は複合的なレビューを受けたが、ワトソンの演技は批評形からほぼ満場一致で称賛された。また、目視録的なコメディー、This is the end 俺たちハリウッドスターの最強最後の日においても支持的な役割を果たした。2014年のノア約束の船では、ノアの幼女にして、 セムの妻であるイラを演じた。2014年10月にロサンゼルスで開催されたブリタニア賞でブリティッシュアーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞した。この賞を以前勝っていたハムスターのミリーに捧げた。2015年はコロニアとリグレッションに主演したが、共に否定的なレビューを受けた。2016年、自己成長のために1年ほど女優業を休止をしていることを明かした。 2017年には、ディズニーアニメの実写映画、美女と野獣レベルを演じた。この映画は、興行収入が12億ドルを超え、スター・ウォーズ、最後のジェダイに次ぐ2017年の2番目に、高い層収入の映画になった。一方で、ザ・サークルは、興行収入が低迷し、否定的なレビューを受けた。2018年8月、ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語に降板したエマ・ストームの、 大学として出演することが発表された。2006年に GCSC を受けた。仕事と学校の両立で合格できるか心配していたが撮影の合間に家庭教師と共に勉強に励み優秀な成績を収めて合格。全国統一試験制度では10科目受験し8科目が最高の A 評価2科目が A 評価という高成績を収めたイエール大学 ケンブリッジ大学などにも合格したが、リベラルアーツ教育のアイビーリーグ名門校のブラウン大学に進んだ。2009年9月、バンメディアインターナショナルによると、ブラウン大学に通っていた際はヘリコプターでキャンパスに降り立ち、学生たちを驚かせたという、ブラウン大学に通う学生の一人は、まさかヘリコプターで大学に来るとは思わなかったよ。でもきっと遠いところから来なければならなかったんだねと。 この通学を理解しようとしている様子だったという。2014年5月25日、ブラウン大学を英文学の学士号で卒業した。初恋の相手は、ハリー・ポッターシリーズで共演したトム・フェルトンで、シリーズ2作目までフェルトンに釘付けだったとベーシで語っている。ダニエル・ラドクリフと付き合っているという噂が流れたが、ワトソン本人は完全に否定している。また、 ラドクリフ以外にも同い年のラグビー選手ジョン・ロッカーや、レーザーライトのボーカルであるジョニー・ボレルとの噂があった。他にも、ロンドンで行われたエンパイア賞受賞式の後、別の男性と仲睦まじくしているところが、目撃されたという。その後、投資家の J ・バリマーとオープンに交際中であったが、英国でリー・メール氏が2年越しの交際に終止符を打ったと伝えた。2010年6月、 グラストンベリーフェスティバルにロックバンドアンナイトオンリーのボーカルであるジョージ・クレイグと二人で現れ交際していることを公にしたバーバリーの撮影で出会ったという2010年11月デイリー・テレグラフがのインタビューで過去の恋愛について男性って恋人の方がたくさん資産を持っていたりするのはあまり良い気分がしないのよねそのことで関係が複雑にならないように願う ばかりだけど、慎重にならないとね。と語っている。2011年1月、showbizspy.com のインタビューで恋人について、私のボーイフレンドになるということは、ひどいこと。私はいつも仕事しているし、いつも関係のない人たちから話しかけられる。だから、今は、ボーイフレンドはいないし、その方が居心地がいい。 ちょっと自分勝手でいても良いかもしれないとコメントを残していた。私生活での友人で一番に挙げられるのが、ハリー・ポッターシリーズで共演し、長年の仲間である、ダニエル・ラドクリフト・ルパート・グリントである。2010年6月、ハリー・ポッターと死の秘宝の撮影終了を迎え、仲間をイギリスの自宅に招いて、ディナーパーティーを開いたという、ハリー・ポッターシリーズで、 フレッド・ウィーズリーを演じたジェームズ・フェルプスはインタビューで撮影の最後の週、エマはみんなを夕食に招待したんだ。僕たちは撮影で楽しかったことや秘密の恋とかいろいろなことを話したよとコメントした。しかし、その秘密についての質問には、質問の答えはあの部屋に置いてきたよと一切明かすつもりがないことを語った。2007年3月、ワーナーブラザースがワットソンの ハリー・ポッターシリーズ第6章、ハリー・ポッターと謎のプリンスと第7章、ハリー・ポッターと死の秘宝の映画出演に対し、200万ポンドの出演料でオファーしたが出演を拒んでいると報じられた。共演者のルパート・グリントは、ザ・ニュース・オブ・ザ・ワールドのインタビューで、ダニエルと僕は最近、エマとは離れてしまっているんだ。撮影していない時はメールしたり話をすることもなくなった。 エマはもう、ハリポタ映画のこと言われるのが嫌なんじゃないかな、とコメントした。しかし、その後に出演をすることを決めたワトソンは、ガーディアンオンラインの取材に対して、ハーマイオニーを離れるわけにはいかないわ。彼女は、私のヒーローだし、7作すべてをやり遂げられることを、誇りに思うわと語った。2010年2月、バニティフェア氏が、2009年に最も稼いだ。 ハリウッドの稼ぎ手のランキングを発表し、3、0ドルを稼いで14位にランクインした。この金額は、映画のギャラだけでなく、商品のロイヤリティ収入なども含んでいる。2010年11月、A、ヒート氏が最もリッチな30歳以下のイギリス人、スターランキングを発表し、ワトソンは、推定総資産額2063万ポンドで3位にランクインした。ランキングの位には、 ダニエル・ラドクリフ、4位にルパート・グリントがランクインしている。2010年11月、イギリス版、防具のインタビューで、父と話をするまで自分がどれだけ稼いでいるかなんて考えたこともなかった。かつて、お小遣いとして、週に75ドルほどもらっていた頃は、お金に関しては何も考えていなかったんだけど、3作目か4作目の頃に自分が生み出した額を知って驚いた。 そんなこと思いもしなかったから、慌てて気分がおかしくなっちゃったと自身のギャランティについて、衝撃を受けた瞬間を振り返っている。ワトソンは2008年に18歳で1600万ドルを稼いでいる。2011年1月、showbizspy.com のインタビューで、お金がありすぎて、どうしたらいいかわからない。これまで、自分の学費以外のお金で一番使ったのは、 ラップトップと車の免許証を手に入れた際に購入したトヨタのプリウスが最も高い買い物。と、これまで稼いだお金をどうやって使っていいのかわからないと告白している。2011年7月、A 氏、ガーディアンによると、ハリーポッターシリーズで主役の3人が、これまでに稼いだ収入を合計すると8500万ポンドはくだらないが、3人ともしっかりと不動産に投資を。 しているという。ワトソンは、ロンドン市内のハムステッドに300万ポンドの高級住宅を購入したほか、フランスアルプスのスキーリゾートにも100万ポンドの住宅を所有しているという。不動産関係者は、アルプスは建築規制があって、不動産の供給数が限られているので、常に大きな需要があると語っているという。2014年に、 国連組織 UN ウィメンの親善大使に任命され、バングラデシュやザンビアといった国を訪れ、女性が教育を受ける権利の拡充について啓蒙した。また、2015年1月の世界経済フォーラムにおいて、男女のジェンダー間の平等について、スピーチを行った。ありがとうございます。